あとやっぱ外せないのがダンクね。ダンク、これは淀川でロケして、去年もねめっちゃでかいのがポーン出たりとか、あの実績も非常に高いんで持っていこうかなと思うんですけど、俺たち的にダンクルの場合はこういうこう腹張りセッティング、お腹に針をつけたセッティングと、背中に針を昇華した背張りセッティングと両方できるんで、まあ、それをね俺たちなりの淀川はどっちが向くのか、水面近くを引いてきて下からポンって食わせるときはもうお腹に針がついてる方が腹筋は圧倒的にいいです。ボトムにゴン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 と当てながら巻いていきたいなっていうときは背張りにしないと引っかかっちゃう、引っかかっちゃう。じゃあ背張りはどういうセッティングでやってるのかっていうのをお見せします。まずこれね、ダンクルの7インチ、まあ、5インチと7インチと使い分けるんですけど、まずはこの7インチの方、はい、もともとついてる針を外して背中に持っていく、まあ、こうやってスプリットリングプライヤーで、外してあげる。でラインアイにこのアイね、スプリットリングをつけ直す、こんな感じ、こんな感じで、今回はここにヒッチフックをつけていくんで、ヒッチフックは L サイズを使います。 L サイズ 44mm ってやつね、これを使います。はい、これヒッチフックね。でもともとこのスプリットリングにゴムがかぶってるんですけど、このゴムをダンクルにつける場合はこのゴムを外してあげる。もう普通に引っ張れば取れる、これ取ってで、このスプリットリングを、まあ、このリングプライヤーで広げて、ダンクルのここですね、ここ背中のアイ、ここにつけていくと。このヒッチフック、実は現在プロトでフェザー付きのモデルとかがあるんですけど、これはね数がめちゃくちゃ少ないので今回はノーマルでいきます。こんな感じね、スプリットリングをつけたらこんな感じで、どこに刺さるかなっていうのを確認してあげて、ワームに背中側からザクッとギュッと刺してあげる。でこれ正面から見た時に、正面から見た時にヒッチフック自体がこう斜めになってないようにまっすぐ刺してあげる。こんな感じね、こういう感じ。ちょっとここマニアックなんですけど、もともとノーマルでついてる針が、まあ、非常に大きい針を最初もともとはついてるんで、ヒッチフックでアシストする場合はここまで大きくなくてもいいです。僕の場合はこれ外しちゃいます。ノーマルでついてる針を外してワンサイズ小さい針に変えてます。それがねこのガマカツの、W21-10、 もしくは、これ流儀のピアスの、ダブル、これのこれ今20ですけど、これの10ね、これを使うと。そうすると、若干前側のフックサイズも小さくできて、ちょうどねバランスよく収まります。こう通してもらってで、こうスライドでセッティングすると、ワンタッチで、そうするとこんな感じ、こんな感じで、実際にこの状態背張りにして、ヒッチフックをつけた状態でリトリーブすると、ルアーに対して背中側が重たくなってるんで、これ斜めになったりとか傾いて、まっすぐ泳がなかったりするので、ここに重りをつけるんですけど、重りをつける方法は2通りあります。1つはこのアイショット、顎の下のアイにアイショットをつけるパターン、ワンタッチで一瞬でついちゃいます。こうやってつけるパターンが1つ、もしくは実際にアイショット自体をワームに差し込んでここに入れてしまうパターン。泳ぐ姿勢が変わります。頭側にウェイトをつけると頭下がりになって泳ぐ、でもボディの中にシンカーを入れてあげると頭上がりになって泳ぐ。これを状況に応じて使い分けるのが肝です。で、
冬から春にかけてっていうのは、ダンクル5インチもダンクル7インチも実はボディにウェイトを入れることで重心自体を後ろ側、後方重心ですね、後方重心にしてあげて頭を上げる感じで引いてくる方がバスの反応は圧倒的に良くなります。こういう腹張りセッティングね、腹下側に針をつけた場合も I にウエイトをつけると頭下がりになる。でもここにウエイトを入れてあげることで後方重心で頭を上げて引く方が実は冬から春にかけては反応がいいです。ただ春の段階によっては春が進んでいくと急にこの後方重心に反応が悪くなって顎側の愛にウエイトをつけた方が反応が良くなる瞬間があります。これはもうタイミングによって変えなければいけない。で、さっきね PD チョッパー回と PD チョッパーオリジナルを使い分ける、このタイミングと、同じです。 PD チョッパー回デッドスローを使う時っていうのはダンクルを使うんだったら後方重心にして頭を浮かした方がいい。でも、PD チョッパーオリジナルの8分の3オンスでボトムにトントントンと当てながら引いてきた方が反応がいい場合はダンクルの釣りもここにウェイトをつけて顎合いにウェイトをつけて頭を下げながらボトムにゴンって当てた方が反応がいいです。いいです、これめっちゃ肝、使い分けるべき。背張りのダンクル7インチにアイショットを使うつけていく場合はぐるっと回転させてセッティングするこのパーツがついてるんですけど、実はこれいらなくて、ワイヤーを途中でカットします。ちょうどこの U の字に曲がったところ、ここでワイヤーをカットしてあげる。でカットの仕方っていうのはもうプライヤー1本あれば簡単にできます。まずこのワイヤーにくぐってるところをこう外してあげる。で U の字を開く、こんな感じね、こんな感じ U の字を開く。ここにプライヤーを持ってきてこのまんまグッと開いてあげる。グッとこんな感じ、無理やり。でこれを今度戻す。でこれを何回か繰り返すと金属疲労で折れます。金属疲労で折れます。で折るとこんな感じになる。折るとこんな感じになります、ね、今度、カタカナのレですね、レの形に曲げていく。こんな感じ、ね、ここをこういう風に曲げてあげる。そうすると刺していくときは刺さっていくけども今度抜こうとしたときに抜けなくなるという形ね。で、続いてこのダンクルのこのパーツ、お腹側のフックを固定するパーツと今度ここお尻の方に出っ張り、ちょうどこれの中間地点、ど真ん中の場所から背中に向けてまっすぐと差し込んでいくと。いきますよ、このパーツと出っ張りの真ん中から刺していって、ここ中心線から刺していって、でつぶ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 、ど真ん中めがけて刺すと。グッと。で、シンカーは先が出てても問題ないです。問題ないです。っていうかむしろ僕はこの5ミリぐらい出してます。これによってよりその重心が下にグッと、で、下側に、まあ、上下でいうと下側に重心が集中する。だからちょっと出すぐらいが、ベストやと思います。こんな感じ。これで
引いてくると重心は下側で安定してるからダンクル自体が倒れ込まずにまっすぐと引いてくれると、はい、だから背張りの時はこういうことをしてください。で、バックに入れる時は必ずこれね、もともとついてるブリスターパック、このパッケージに入れて、バックに入れると。で、テールが、まあ、例えばねボックスにこのままボンって入れるとテール曲がったりするんで、テールの曲がりっていうのはもうダンクにとってはもう致命的、ね、それぐらいテールはそのベストなアクションを出すためにいい、まあ、計算されてるテールなんで、そのテールをしっかりまっすぐの状態で守ってあげる。こういう感じで、心配な人は輪ゴム1回ここで挟んどけば、まあ、絶対開かないから大丈夫と。これでボックスに入れてね。さあ続いて5インチ、5インチを背張りセッティングにする方法を紹介します。まずですね、これも、同じように7インチの時と同じように腹側のスプリットリングを外して、で頭側のスプリットリングに付け替えていきます。でダンクル5インチの場合、ヒッチフック使う、ヒッチフックは S サイズ、これを使います。またスプリットリングのこのゴムを引っ張って外してあげる。スプリットリングプライヤーで開いて背中のパーツにセットしていきます。もう慣れるとあっという間にできます。で長さを合わせて刺すと、ギュッとね。でまたまっすぐ刺せてるかなっていうのをちゃんとチェックして、で元々のダブルフックをセットすると。これこんな感じ。この5インチも、このアイショットの 3.5g を顎につけて頭を下に向かせるパターンと、お腹側に差し込んで後方重心によって頭を上げて使う方法と、おそらく今回淀川の場合まだ後方重心の方が効くんじゃないかなと思うタイミングなので、これも刺していきます。こんな感じ。これね、なんでこれがいいかって言ったら、普通のネイルシンカー入れるよりも圧倒的に抜けにくくなります。ちょうどこのお腹側のパーツ、ここですね、このパーツから 1.5 センチ後ろからど真ん中、背中に向かってギュッと刺していきます。こんな感じ。こんな感じで、セットしてもらったら OK です。でやっぱりダンクル5インチの場合も、このブリスターにセットして持っていくと、この状態で、ボックスに。あと、腹張りの場合は、ダンクル5インチに関してはもう腹張りの場合は僕は、ヒッチフックもなしでこのままのノーマンの状態で、顎にアイを、アイショットをつけるか、もしくはここにまたアイショットを刺すか、どっちかで、やってます。腹張りでも若干レンジを下げて巻きたい、しかも頭を上げて巻きたいっていうシチュエーションがあるかもしれないんで、またまたアイショットフックを戻すと、ちょうどねフックのこの V の間から、ウエイトがこう見えるような感じ。こんな感じね、こんな感じ。これで完成です。こうするとウエイトがグッと後方重心で頭が上がるような感じで巻いてこれる。だからなるべく一定層をキープしながら、通常のダンクル5インチの、レンジ、表層付近っていうレンジよりも若干レンジを落としたいなという時は、このチューンがめっちゃ効果的です。で今 3.5g 8分の1オンスっていうのを使ってるんですけど、これを例えば、1.8g にするともう少しこうレンジの浅いところを引いてこれるし、例えば 5g とか、5g 以上、まあ僕あんまり5インチに 5g 以上つけること少ないんですけど、
大体 3.5g ぐらいまでで収めてますけど、まあ、そのぐらいでレンジをコントロールしながら弾いてこれる。だダンクルのいいところっていうのはそのバスがいるレンジとかバスが反応するレンジに対して頭下がりにもできるし頭上がりにもできるし、まあ、そういういろんな使い方でその適材適所なダンクルに仕上げて釣っていく。これがね相当肝になる部分です。だから今愛をここにつけて反応がなかった、だからじゃあやめたじゃなくて、ここにつけて反応がない時にウエイトをこの位置に持ってくるだけでバスのバイトがもう劇的に変わるってことは結構あって、で特にこっから先のシーズン4月も中旬以降になってくると真ん中にウエイトをつけてたのを外して今度前側につけないとでかい魚が反応しなくなったりも結構ある。で、ブリスターに入れてボックスに入れると、もう結構ねパンパンになってくるんですよね。これこんだけ入れていくと。で、4月の淀川で効果的なハードルは